いいね八戸今週のお客様は歌手の活動されていらっしゃいますれいこさんにお話を伺いたいと思います、はい、5日間よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、様々幅広い音楽活動もされているれ子さんに、えー、その活動を始めたきっかけであったりその活動の様子、えー、今後のお話なども伺っていきたいと思います、えー、初日の今日はれいこさんがどんな音楽活動をしているのかについて伺っていきたいと思います えー、今、取り組んでらっしゃる活動はどんなものがありますか、えー、八戸市内で、えー、合唱とか歌を小学校、はい、中学校で教えたり、うん、あとはコンサートを自分で企画して<お>コンサートを少しでも多くいろんなところでできるようにっていうので活動していますおじゃあ音楽の授業も受け持ってらっしゃるそうですね。<ー>はい そもそもこういう歌手になろう、音楽の道を目指そうと思ったのは、いつどんなきっかけだったんですかはい。えっ、ー、と、私の母親が音楽教室を市内でやっているんですけども、はい、なので小さい頃から音楽は身近にあって、ピアノを弾いたり、うん、あとは、例えば劇団四季とか、ディズニーの映画とか、それを見ていく中で、あ歌やってみたいなっていうので、始めましたね。うん そういう環境だったんですね。そうですえー、れい子さんは八戸ご出身なんですけれどそういう専門の勉強ができる学校に行かれたんですかはい行きました。どういうところですかえっと名前は庄美学園大学。庄美学園大学。はい、はい、と言って音楽だけじゃなくて映像とか舞台とか。うん いろんなそういう芸能に関するものが集まっている大学だったので、はい、歌にプラスしていろんな芸術とか、うん、舞台芸術とかも学びながら、はい、やっていきました、うん、すごくコースとかも分かれてる学校だったんですか、うん、そうです私は声楽コースで声楽コース、はいうん、じゃあそういう道を目指した人が全国から集まってくるんですね うんどうしてこう八戸に帰ってこようと思ったんですかはい、うんまあ。もちろん大学卒業してもう少し向こうにいたいっていう気持ちもありましたが八戸に帰ってきてもできるじゃないかっていう何かこう確信というか<お>そういう気持ちがあったのでじゃあ八戸に帰ってきてできるっていう姿を、うん。 見せてあげようと思ってその気持ちで来ましたねでも東京にいた方がいろんな有名なコンサートも見れたりもっともっと勉強もできたりしてたんじゃないですか、うん、そうなんですよだから、まあ、機会があるたびには東京に出たりとか、はい、あとは今だと YouTube とかでもいっぱい見ながら そして刺激を受けた場合にはそれをもうど,うどうやってでも見に行くとかでやってますね、うん、自分でもじゃあいろいろ吸収して、うん、はいそうですね、うん、大学時代に出会ったそういう指揮者の先生とか、はい、歌の先生とかそういう人たちの,とのつながりも八の辺にいるけどもずっと持ち続けているので<ー>これからも そういうつながりを大事にしていこうっていう気持ちではいますうん今もそういったつながりがあるとまた今後もね、いろいろ助け合ったりとかできるでしょうねそうですねうん地元の子どもたち地元の人にいろんな音楽を届けたい、うん、してもらいたいっていう気持ちなんですかそうですねやっぱり今八戸っていうと若い子が少し少ないなって っていう,り、うん、う世代とかも、ね、そうですよねだいたいみんな違うところにいっちゃっていていないのでだったら今いる若い子たちにもたくさんこういろんな曲を知ってもらって、うん、芸術音楽に対する、ね、気持ちを高めていきたいなっていう、うん、って思ってますじゃあ音楽で八戸を盛り上げたい、うん、盛り上げたいですねうん 盛り上げたいです <laughs> <laughs>、はいろんな、ね、音楽に触れられる街であるといいですよねそうですねつい何十年前とかだと合唱ですごい盛り上がってたっていう話も聞くので <laughs> じゃあ今度は私のこの世代で<お>もう一回波を起こそうっていう,う <laughs> はいって思ってますわかりました、はい、はい。このコーナーにご出演いただく皆さんに伺っていますえー、皆さんが思う八戸の魅力やいいところ あの、4年間、埼玉にいらっしゃった、えー、麗子さんが思う、八戸の魅力ってどんなところですか美しい海です。海あはい。埼玉は海内県ですからね。<laughs> 海がないですね。大学の時に見た海だと。 東京ディズニーシーシの海かな <laughs> あれは海というのか、まあ、ディズニーシーって名前ですけど <laughs> 美しいんですけどねきれですけどね綺いですけどねはい綺麗ですけどやっぱりこう戻ってきた時に、はい、見えるこの太平洋にこうパーって広がる海は本当に綺麗ですよ、うん、じゃあ改めて帰ってきて思った思いますね思いますね私の、まあ 住んでいるところというか、はい、部屋から見えるんですよ海がバーってでそれは遠くに見えるので近くに行きたいと思って車走らせて、うん、もうすぐ着きますからねすぐ着けますね行って一人で行って、うん、そしてこう海の水の際を歩きながら歌ったりとかああ気持ちよさそうですね大好きですねストレスも、うん 発散できそう発散できる <laughs> 発散できるしその自然からやっぱりもらうパワーっていうのもあるなっていうのは感じています。いいですね波の音を聞きながらそういうのがやっぱり八戸とかこういう田舎ならではできるじゃないかなと思ってます。 明日からも頑張ろうって思いそうんですよ、ね。思うんですよ。何、うん、<laughs> かあったらすぐ何かあったら何か何か,かあったらって言いいかんで何かあったら、うん、海に行って歌えばいいんですよ、うん、皆さん。うん、本当に素敵です。えーまあ、学校の授業だったり、えー、いろいろコンサート活動もされているわけですけれどまあ 趣味まあもう趣味とそういう活動はあまり境目ないかもしれないんですけれど、ね、お休みの日とかはどうやって過ごしてますか休みの日はパソコンで新しい楽譜を探して歌ってピアノを弾いてあ、はい、あこの曲から今度これをやってみようとかうそういう歌のストックをやったり、ね、あとは、まあ、その海に行ったりとか、まあ、ドライブも大好きですけど。<laughs> はい、はい ああ、じゃあ、授業とか、うん、コンサートの新しい、うん、あ、これ、ちょっと練習してみようとか。ああ、確かに。なんか、最近練習してるのとかありますあ、これいいなって思って。あ、<laughs> 私が最近歌ってるのはディズニーのモアナです、ね。ああ、あれも海、ね、あれも海ですね。ですよね。はい、あれもすごく好きで。 今度夏になったら多分海で歌ってると思います。うん、<laughs> はあ、すごいですね。はい、休みの日はねうん、うん、歌ってますよ。うん、わかりました。はい、活動の今後の目標などを伺いたいと思います。はい。じゃあまず子どもたちですね。授業で音楽を教えていらっしゃいますが、うん、子どもたちにその音楽を教えるこれからの目標や夢は何ですか？ えそれは、うん、子供たちに接する上で、やっぱり先生も学び続けてる、先生も楽しくそういう授業をしているっていう、うん、好奇心旺盛な姿を見せられる教師でありたいなと思っています。うん、そうですね。いっぱい歌って、 やっぱ先生が楽しいって思ってると子供たちも楽しいっていうふうに思ってくれるんじゃないかなと思っています。うんうんうん、じゃあこんな新しい曲があるよとか。でそうしていく上でやっぱり子供たちって卒業した後とかもあじゃあこういう曲もいいんだなこれもいいんだなっていう、うん、いろんなものに手をつけてくれるんじゃないかなと思っています。 歌を歌ってらっしゃいますが、はい、ういうコンサートの活動は今後についてはどんなことを思ってますか、うんはいえー、私はもうもう一生歌い続けていきたいっていう風に思っているので八戸にはあの若い子たちが少し少ないのでこう、まあ、幅広い世代の人にいろんな歌を聴いてもらいたいなと思うのでいろんなジャンルをたくさん歌っていう、うん コンサートを企画して、こう、身近に聴けるような、そういうコンサートをこれからも続けていきたいなと思ってます、うん。まあ、この間やられた八広場とかですとね、なんか音楽のコンサートっていうと、うん、なんかこう、音立てちゃいけないんじゃないかとか、うん、なんか、あのー、普通の服で行っていいのかどうかとか、<laughs> ね、なんか構えちゃうところが、うん イメージとししるかもしれませんけどでもそういう場所でやられると気軽に聞けますよね,うすねはい、うん、まさしくその通りですそういうふうに質問を受けるんですよ、うん、こうスーツ着てた方がいいんですかとか静かにしなきゃ駄目ですかなくしゃみもできないみたいな <laughs> 別にそういうのは何にも関係ないので、うん、私たちがやるコンサートだったら もうクシャミもどんどんしてきい。<laughs> 我慢しなくてもいい。好きな服着てもらって、うん、あいいなってなんとなく聞けるような、うん、そういうコンサートでありたいです。じゃあそんな身近なコンサートもたくさん開いていただきたいと思います。はいはい、さて、えー、まあ4日目では八戸の魅力、まあ。 美しい海が身近にあるというお話も伺いましたけど、えー、これもゲストの方に伺ってますが八戸のここがもうちょっとこうなるともっといい街になるのにな、うん、こうするともっといいよっていうこともゲストの方に伺ってるんですが、はい、さんは何かかありますかそうですねえっ、ー、と、まあ、今だとこの街中にハチってありますけどそういう人が集まるところにもっと歌える場うん。 気軽に聞きに行ける場っていうのが、もう一つでも二つでも増えてくれれば、うん、やっぱり街に来る人も増えるだろうし、うん、子供たちも来やすいだろうし、っていう歌う場をもう少し増やしてほしい。なんとかホールとかって感じではなくて、そうですね。気軽な。気軽でいいですね。ハッチ広場みたいな。さらっと。 行けるような場所がもう一箇所でもいいから欲しい。んあなんかやってそうだな、うん、どれどれみたいな。そうそうそう。う例えば、まあ、少し話しちゃいますけど、ニューヨークとかだったら、道端で歌っていてもみんなが聞いて、おーってなるじゃないですか。うん、そういうような街であってほしいと思ってるんですん。街の人も、そこ行けばなんかやってるだろうな。そうそうそう。うん あ今日音楽がどれみたいなそういうような街になりたいなってほしいなって思ってますでは最後になりますが、はい、ラジオお聞きの皆さんに玲子さんから何かお知らせしたいことやメッセージありますかはい、えー、とこれからもコンサートはたくさん企画していきたいと思っているのであそうですね、はい、それは と、ホームページなんですけども、はい、前川原音楽教室で検索していただくと、はい、そこのホームページにこう新しい情報をいっぱい載せているので、ぜひご覧いただきたいなと思います。うん、あと、海に行けば私歌っているので、<laughs> ぜひ来てください。どうでしょうか。<laughs> 待ってます、ね。はい,はい。じゃあ、その、まずコンサートもホームページご覧いただいて、気軽に。<laughs> はい。はい 海でもあったら気軽に。<laughs> そうですね。わ、はい、かりました。はい。はい。じゃあ、ぜひ、その、新しい価格で、八戸の音楽を盛り上げていってください。うんうんうん、はい。ということで、今週のいいね八戸、ゲストは歌手の玲子さんでした。5日間ありがとうございました。ありがとうございました。